はい、皆さんどうも、こんにちは、ライナーズです。ということで、僕は今、外にいるのではなくて、 ま、家にいるんですけれども、このタイトルにもあります通り、え、お騒がせしている件についてということで動画を撮らせていただこうと思います。その件についてお話しさせていただきます。え、まずですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、僕のツイッター、まあ、X ですね、今の X と、あと YouTube のコミュニティでもお伝えしたんですが、僕が運営している Instagram のアカウントが乗っ取られてしまいました。え、ということで、 えー、僕も、も、すごく驚いていて、非常に、まあす、もう、インスタできないということで、寂しい気持ちでいっぱいなんですけれども、えー、まずね、乗っ取られた経緯といたしましては、 え僕がインスタをいつもこう見ているときに急にログアウトされてしまいました。それが勝手にログアウトされてしまったんですね。なのでまたログインをしようと思ってパスワードを入力したんですけれども、そのパスワードが、えー、なんと、えー、引っかかってしまってダメです。違います。違います。と引っかかってしまって、で、結構何回も思い当たるパスワードをやったんですけれども、それでも違うということで、いや、これはもしかしたら乗っ取られたんじゃないかと思いまして、えー、まあ、そっとしていたんですけれども、そしたら、 え、なんとですね、え、ちょっと日付忘れてしまったんですが、え、多分ね、11月の5日ぐらいにですね、え、僕のね、あの、ライナーズの公式の、え、インスタグラムから、え、なんと、なんか投資詐欺みたいなのが、あのー、ストーリーで上がっていまして、まあ、なんか、20万円投資したら、 40万円になりました。20万円の利益が出ました。みたいな。で、それで出勤できました。これは本物で合法なので、皆さんもやってみてくださいね。みたいな。まあ、そのようなね、えっと、ツイートじゃなくて、ストーリーが上げておりまして、えー、上がっておりまして、まあ、これはつい乗っ取られたか、ということで、僕はね、どうすることもできないので、えー、まずは、えー、視聴者の皆さん、えー、また、インスタグラムを見ている皆さんに、えー、これはね、注意喚起をしようと。 絶対に乗っ取られないようにとね、いうことを注意喚起しようということで、えー、インスタではもう発信できないので、えー、YouTube の方や、あと Twitter X の方で、えー、発信をさせていただきました。えー、これもね、あのー、まあ、調べてみると、最近流行っている手口みたいで、そのリンクをこう乗っけて、えー、またで DM を送ってしまうと、なんか、そういう送信詐欺みたいなに引っかかってしまうので、まあ、これは絶対、 しないでください。乗っ取られます。ということを注意喚起をしまして、まあ視聴者の皆さんが乗っ取られなければいいなと思うんですけれども、これあくまでは僕がやっているのではなく、全く知らない赤の他人がね、やっておりますのでえ、これはね、信用しないでください。本当にお願いいたします。で、僕もインスタグラムの方にですね、いろいろ、こう、あの、ブロックとか、あと報告をしていまして、僕の友達とか、あと、 僕のインスタグラムをお互いフォローしている人とかに対して、あとフォロワーさんですね、に、あの、変なね、DM、なんか、えっと、オンラインアンバサダーに立候補しているので、えー、なんか投票していただけませんかみたいな、そういう、あの、DM が言っているみたいなんですけれども、それも、あのー、乗っ取られる原因というか、その、立候補して、しているので投票していただけませんか って言って、リンクを送ります。で、リンクを送って、そのリンクをくっつけてください。というのを乗っ取られる手法の一つでありますので、え皆さんね、ぜひ、引っかからないように、ぜひというかね、引っかからないように十分に気をつけてください。で、あの、僕のインスタ、あの、フォローしていただいている方、いありがたいんですけれども、もうね、乗っ取られてしまって、全く知らない人の所有物になっていますので、あの、フォローを解除していただいて構いませんので、皆さんのね、被害に、 ならないこと、まあ、皆さんに影響が出ないことをえ僕はね、第一に思っております。で、今のインスタグラムのアカウント、今というか、まあ、ライナーズの乗っ取られてしまったインスタのアカウントの方も、えー、今後ね、削除できればいいなと思うんですけれども、もう所有者がね、全然知らない相手になってしまっているので削除もできないという状況で、え警察の方にも相談しております。えなので、えー、このようなことがないようにね、本当はもう、 もう,もう乗っ取ったやつ、なんで乗っ取ったんだよって思う気持ちなんですけれども、えーまあ、ここは冷静にね、え僕もえ新たにインスタの方をね、多分始めていくのかなと思,と思,思いますので、えー、ちょっとね、文章おかしくなってしまいましたが、思いますので、えー、ぜひね、まあ、ライナーズをこれからもよろしくお願いいたします。YouTube や、あのー、Twitter、X の方は乗っ取られていませんので、 ま、そちらでね、あの、注意喚起というかができればいいなと思っていますし、今まで通り YouTube の方も発信してまいりますので、えー、よろしくお願いいたします。視聴者の皆様をはじめ、えー、関係する皆様には大変ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ない気持ちでいっぱいですが、まあ、今後もね、えっと、注意喚起の方もしてきますし、えー、引っかからないように気をつけていただければなと思っております。ではね、私、ライナーズからのご報告、 ということは、ここで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。